おはようございます、シュです。ナウマン公園キャンプ場、無料なのにすごく良かったですね。今日はですね、ずっと曇りっぽいんですけども、ノサップ岬まで向かおうと思っております。いやー、でもいいキャンプ場だったな。もう歩いて、温泉まで行けますし、いや、これで無料ってすごくクオリティ高いっすよね。ちょっと思ったんですけども、こう北海道をこうキャンプツーリングで回っていくにあたってですね、今使ってるコールマンのツーリングドームのテントですね、設営に結構やっぱ時間がかかっちゃうんですよね。そう考えると DOD のワンタッチテントとか、まあ、もう究極を言えばうなぎの寝床みたいな、もうすごいシンプルなテントでいいんじゃねえかとちょっと思えてきましたね。ちょっと今後考えようかな。まず今日はですね、北太平洋シーサイドラインを走ろうかなと思っております。ではのちょっと内側に来ました。ちょっとダートがありますんで、ここをちょっと走ってみましょうか。結構でかいな石が。ああ、全然いけますね。おう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 、おう、あ、すげえ。おお、し、ゴー。あ、すげえ、水たまりがすげえある。やべ、楽しいじゃん。楽しい。おおほほほほ。
とここで写真撮りますか。すげえ、すげえじゃん。いいね。わあ、めちゃくちゃ綺麗。やっべえ。おお。すげえ。何これ。おほほほほ、すげえじゃん。綺麗じゃん。めちゃめちゃ乗った。わっ、鶴がいた。うわ、すげえ。うわ、ガチやべえ。ここすげえ綺麗じゃん。
先行ったらどこに出るのか、一周できんのか、うわすげえ。